教えてました。Q&A。毎日王冠。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、毎日王冠ですね。<laughs> まあ、G1 戦線は始まってきたんだけど、こっからがなんか王道の指導って感じだよね。<laughs> 本当ですね。もう天皇賞行く馬と、マイル行く馬とぶつかりまですね,ね。で、裏ではね、あの、京都大商店もあってね、京都大商店からね、それこそジャパンカップ行く馬がいたりね。本当そういう意味では、かなりね、うんうん、あの、秋が始まったなっていう感じのレースですね。 はいそれでは過去の結果を見ていきたいと思いますまあ去年はねサリオスが前で詰まってあの強い勝ち方をしたんだけどまあでもあれだよねこうやって見ていくとやっぱりねあの歴代の名馬が結構出走してくきてるみたいなレースだよねえ豪華ですよねそんなになんか荒れる印象のないレースですあー確かにこうやって見るとねあの硬いレースが多いかもしれないですねで、えー、まあそうねサリオスが2回来てるのもあるし意外とね,ねあのねなんか 同じような馬が来ることも多いかなっていう感じのレースなんですけど。でね、えっと、まあ、傾向目そうで、ね、本当にそういう意味で言うと、ね、人気馬が非常に力を発揮しているなっていうところと、あと最近はね、結構3歳馬が出てくることも多いんだよね。でなんか、まあ、例年、あのね、その前だと昔はね、 あの、参加っていうと、菊花賞を目指して、みたいな感じで、セントライト神戸新聞杯みたいなとこから始まったんだけど、やっぱりね、今、今の時代、長距離を嫌う傾向があって、え、三斎馬も天皇賞を目指、秋を目指そうね、みたいになると、こう、ステップレースにするのかな、という感じがしますね。で、実際三斎馬結構勝ってるんだよね。一昨年のサリオスもね。シュネルマイスターもそうだしね。っていうところなので、え、今年も三斎馬出てくるね、それがどう出るかとか注目なのかな、という感じがしますね。なんか、記憶残ってるいますか、はい、でも、やっぱり私、サリオスと、 あと、まシュネルマイスターですかね。うん、ああ、なるほどね。まあ<ー>、ね、シュネルマイスターはね、ちょっとね、あの、その後勝ちきれない競馬が多いけども、はい、まあね、本当力はね、間違いなくいつね、G1 勝ってもおかしくないな、みたいな感じなんで、ね、今年も出てきますけどね。なんで、ほんとに。やっぱり楽しみですね。力がある馬だなって感じますね。はい。はい。えー、では、早速今年の出走予定馬見ていきたいと思います。まあ、あれだね。今となっては、本当にね、はい、ソングラインがもうマイルではね、完全にトップみたいな形になってね。うんうん、で、 あの、今のマユ先生ってね、かなりレベルが高くて、本当に王道路線に引けを取らないぐらいのレベルなので、非常にソングラインが力を、あの、力があるなってとこですが、あとね、やっぱりさっきからお話してるシュネル・マイスターあたりね、やっぱりこの2頭がね、そういう意味で言うと、ちょっとね、力的にはね、実績的にも抜けてるのかなっていう感じがあるので、そこのね、この2頭バーサス、それ以外みたいな感じなんですけど、あとね、さっきお話ししたサンサイバーがね、<laughs> ホービスケッツであったり、エイアンだったり、 エルトンバローズあたりが出てくるので、そこらあたりとの比較がえポイントになってくるのかなという感じがしますね。なんか、いますか注目のまあこん中だと。私、バビットです。ああ、バビットね。トこれ、バビットは、あれだね。ちょっと距離が短いんじゃないかなって感じがするんだけど、この後、ここ出てくるんだろうね。で、ね、どこ使うんですよね。なんか,前かな、前に、ね。そうね、バビットって感じも。うん。で、まあ、意外とね、2ゲーマーも多くて、バビットがいたり、フェングロッテンがいたり、あと、ウィンカーネリンあたりもいるんでね。 まあそう見るとちょっとね、前がせる可能性もあるのかなといったメンバー構成ですね。まあちょっとね、これ全部出てくるかわかんないんだけど、出てくればちょっと前が早くなりそうなメンバー構成かなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。はい、ではコースから見ていきたいと思います。はい、東京芝1800メートルの特徴を教えてください。開幕週で過去10年の結果を見ると、比較的人気上位で決着しているようです。能力通りの結果になりやすいのでしょうか まあね、えっと、まあ、東京の千八百メートル自体は、えっと、まあ、フラの基本的にはね、あのー、枠順の有利,利、まあ多少で、ね、すぐ、あのー、カーブが、ね、若干内側が有利なぐらいで、そこまで枠順の有利不利もないし、 客室的にもね、やっぱり直線長い東京コースなので、そこまで有利不利はないのかなという感じがします。なので、え基本は、あの、馬場状態がフラットならば、そんなに、えー、ね、枠順とかえ、展開の有利不利を考えなくていいんだけど、ただね、基本はね、開幕週に行われるので、やっぱり打ち前が有利になった時には、え打、ー、ち枠とか先行場にちょっと注意を払った方がいいかなというレースだと思います。で、えー、っとね、ちょっとね、さっき振り返ってみたら、意外とね、ここ4年だけちょっと、あのね、僕のトラックバイス 4, 4年しかないんだけども、 ここ4年はね、意外とね、フラットなか、で行われてることが多くて、結構人気決着になってることが多いのかなという感じがしますね。で、あのー、ね、そう見るうと、 え、2014年とかみたいに荒れた年なんかはやっぱりちょっと内側が優位だったりするので、まあそういう意味だとちょっとトラックバイアスには注意を払った方がいいかなと思います。ただまあね、最近の傾向で言うと、結構開幕週から東京競馬場フラットなことが多くて力勝負で人気どころが来てると。で、まあ今年なんかもね、かなりね、力がね、ちょっとあの、やっぱりこのソングラインとシュネルマイスターの2頭は、 かなり力がある馬なので、えー、多少ね、え、トラックバイスが不利でもちょっとそれを跳ね抜けるぐらい力が上なのかなという感じがしてます。あとはだからね、それ以外の馬が、えー、どの程度ね、え、内側が有利になったりとか、そうなった時にちょっと、そんぐらいシュネルマイスターがやっぱり後ろから行く客室なので、これが取りこぼして、腹になる可能性が若干あるのかな、ぐらいの評価でいいかなと思った。ただ、さっきから言ったようにね、2ゲームが多いんで、意外とね、フェングロッテンであるとか、バビットとか、ウィンカーネリアンがちょっと競っちゃうと、やっぱそんぐらいシュネルマイスターに有利な展開になりやすいんだよね。 なので、ちょっとね、今年も、今のところ、まあ、ちょっとトラックバイス分かんないから、なんとも言えないけど、本命サイドで決着する可能性が、ちょっと若干高い年なのかなという感じがしてます。ありがとうございます。では、続いて、安田記念からです。1着のソングライン、3着のシュネルマイスター、8着のウィンカーネリアンが出走予定です。ソングラインは大外枠で、中段外目から伸びて快勝で、シュネルマイスターは後方から追い込み、 ウィン・カーネリアンは逃げて粘っていました。ソングラインは強かったと思いますが、シュネル・マイスターがソングラインを逆転するのは難しいでしょうかまずね、えっ、ー、と、安崎ね、のソングラインね、まあ強かったよね、ほんと、えー、8枠で。 えー、中段の外目をつけて、えー、抜け出すといった、まあ、ほぼね、横綱競馬と言っていい競馬だったと思います。で、もうね、その前の実は、ビクトリアマイルも、えー、ソダシがね、2着残るスローな流れを、えー、中段からね、差し切ってるように。で、この時はね、打ち出しを溜めてるので、あのー、ね、包まれても大丈夫だし、外を回っても大丈夫だし、非常にね、今の日本のマイル戦線ではもう間違いなくトップと、 一定位ぐらいの能力を秘めているまだし、えー、まあね、ほんと今回のメンバーはね、あの安田記念の中で本当かなり豪華メンバーだったので、それよりはね、ほんとシュネルマイスターがいるぐらいで、かなりちょっとメンバーが落ちるので、正直ね、普通の、えー、まあ距離がね、一波論延長1800メートルという点があるにしても、ちょっと力が上なんじゃないかなという感じがするので、ね、負けられない一戦なのかなという感じがしますね。で、一方、二着の、え、三着のシュネルマイスターに関しては、 ちょっとね、後ろ位置が後ろ過ぎたのかなという感じがあるので、あの、もうちょっと位置を取りに行っていれば、ソングラインに迫った、むしろ逆転してもおかしくないぐらいの能力が秘めてるのかなと思います。で、実際、えっ、ー、と、今年の安田記念はね、確かにソングラインが、えー、強い勝ち方をしたんだけど、去年の安田記念なんかは、実は勝ったのがソングラインで、2着が確かにシュネルマイスターで、去年も負けてるじゃんみたいな話なんだけども、ただ一方で、シュネルマイスターがね、かなり直線でね、 え、前が開かないフリーを受けてたので、フリーがなければ間違いなくシュネルマイス,スター勝ったよねってことだ、シュネルマイスター勝ったよねって感じがするんで、シュネルマイスターの、あの、その去年の内容だけ見ればシュネルマイスターが上。まあ、今年の内容見るとやっぱりちょっとソングラインが上かなみたいな感じなので、すごく能力差があるわけではないと思います。なので、えー、まあ、今年の敗戦に関しては一度りの差だよねと、ちょっと後ろすぎたよねっていうのを見,見れば、えー、逆転があってもおかしくないというふうには私は思ってます。 で、えー、次、8着のウィーン・カネリアに関しては、まあね、このレースで見ると、えー、ちょっと完全な力負けではあるんだけど、ただ、やっぱりね、あのー、その前にね、えー、東京新ハ杯を逃げて勝っているように、マイペースで逃げて、 トラックバイアスが内側が有利になってっていうところがあれば少し展開の差で逆転することがあるのかなと思う。あのー、ぐらいですね。開幕週のババで恵まれて、短期逃げで恵まれてみたいな感じで、そんぐらいシネルマイスターとどこまで差を詰められるか。ちょっとね、あの、それぐらい恵まれてもちょっと厳しい可能性はあるんだけど、その展開に助けがあれば少し可能性があるぐらいかなと思ってます。ただね、そう今言ったんだけど、やっぱりバビットとフェイングロッ いるからそんな楽な展開にはならないよねって感じなんだけどただねバビットとフェイングロッテン自体は特にフェイングロッテンなんかはすごく点が速いまでもないしバビットもねあの点が速いタイプでもないんでもしかしたらあの、ね、マイルで楽に逃げてるウィンカーネリアンが先手を取って他がせらない時にちょっと楽に逃げた時にどこまでといった感じなのかなと思ってますすありがとうございいますそれででは続いての質問です。 昨年の2着場でエプソムカップの勝ち馬のジャスティンカフェが出走予定です。勝ち枠でしたが後方から大外を回って勝ちました。マイルチャンピオンシップでは直線進路がなく6着でシュネルマイスターも直線馬に挟まれて仕掛けが遅れ5着でした。また東京新聞杯では後方から届かず一番人気4着でウィン・カーネリアンが逃げ切りがちしました。マスターの評価を教えてください。 まあ、まずね、エプソムルカップはかなり強い勝ち方で、まあね、あの、トワックバイアス自体はフラットだったので、外回ったのが不利ってわけではないんだけど、まあね、すごい速いペースでもないところを、大外分回して、まあ、差し切ってるように、着差以上に強い勝ち方だったのかなと思います。ただね、やっぱちょっとよメンバーに恵まれたかなって感じもあります。で、えー、去年の2着、去年の毎日オーカーの2着に関しては、やっぱね、サリオスが勝ったレースで、まあ、サリオスがね、かなり不利を受けて、そこからね、あの、逆転されたように、 まあ、ちょっとサリオスは差があったかなって感じの内容でした。で、あのー、去年のチまあ確かにね、開幕週のババ考えるとまあ悪くないんだけど、ただね、あの、さっきから言ったように、あのー、今年、最近の毎日王冠はトラックバイアスブラッドなので、まあババも不利じゃなかったしっていうところはあるんだけど、ただね、今年のがちょっとメンバー強いね、去年はサリオスで初戦勝ったのが。 で、サリオスがね、あの強い勝ち方をするように、今年はね、そんぐらいにシュネルマイスター多分サリオス寄せ付けない2頭が出てくるんで、まあそういう意味で言うとちょっとメンバーが去年よりは強いからどうかなーっていうところだと思います。であとは開幕週で、まあジャスティンカメの場合はね、やっぱり切れるタイプなので、えっと、差しが届く展開になるかどうかとかが一つの大きなポイントなのかなっていうところなんだけど、まあね、去年2着馬で今年接触を果たしたいんだけど、ちょっと今年の方がメンバー強いでそこがどう出るかだと思います。なので、えー、まあこのね、さっき言ったそこの、 に、人気2頭ね、ソングライン・シュネル・マイスターを逆転すればどうかなと思いつつも、ただね、あの、他とはね、あの、力差がありそうなのと、あとね、さっきから言ってる逃ゲームが多いメンバー構成を考える展開も向きそうなので、まあね、あの、ソングライン・シュネル・マイスターのどっちかが取りこぼした時の一角崩しの、えー、評価は与えた方がいいかなと思います。去年もう外回して勝ったって思ったんですけどね。そう,そうそう。 うちで、ね、<laughs> あのサリオスが詰まってくれて、ね、ちょっと勝ったと思ったら、はい、それ,であれ逆転されちゃったからねそうするとちょっと、ね、<laughs> サリオスにしたかなって感じがするよね、<laughs> そこがちょっとゴールかなというところだと思います。はい、であと、ね、もう前のめりの展開なんでさっきから言ってるウィニカネリアに負けちゃうんだけど、ま、だ今年の場合2ゲーム多いからねウィニカネリア楽な展開にならないし一波の延長を考えるとやっぱジャスティンカフェが先着する可能性は、ね、ありがとうございますそれででは続いての質問です。 3歳から日本ダービー6着の鳳凰ーービスケッツ、NHK マイルカップ9着のエイヤン、ラジオ日経賞1着のエルトンバローズが出走予定です。鳳凰ーービスケッツはかなりかかって先行し、直線で一瞬花に立ち見せ場ありで、上位とは0.2秒差でした。エイヤンは雨の重ば場で、内をロスなく乗りましたが、直線では狭くなりました。エルトンバローズはインの行為から伸びて勝ち、 三着のレーベンスティールはセントライト記念で内枠を生かし。ソウルオリエンスを抑えて勝ちました。マスターが積極的に解体三歳馬はいますか。まあ、ちょっとわかんないけどさ、三歳馬のレベルがね、何とも言えないんだよね。それがちょっと何とも言えないというところなんだけど。えっ、ー、と、まずね、一つ目、えー、ホーヴィスケッツに関しては。確かにね、ちょっと、えっ、ー、と、道中かかってた感は。日本ダービーでかかった、あのかかった感はあるんだけど。ただね、二現場から大きく離れた二番手で。 ちょっと展開に恵まれたことと、スローの前残りの展開だったんだよね。なので、個人的にはダービー6着場ほどの価値はないと思ってます。ただ、まあね、王道路線の日本ダービー6着なので、えっ、ー、と、このね、例えばマイルとか1008ぐらいのメンバーに入ると通用する可能性若干あるんだけど、どうかな今年の2話の、まあ3歳馬のレベルと、今話したダービーの恵まれた展開とって考えると、 まあ、よっぽど楽に先行してトラックバイオスが打ち有利みたいな感じで恵まれた時にちょっとかなと思ってます。で、えっ、ー、と、NHK マイルカップの急着の A 案に関しては、NHK マイルカップは、あの、直線でね、あの、打ち立ちに突っ込んでたように、うちがなかな、前がなかなか開かなかったんだよね。なんで、ちょっと能力を出せなかったかなと思ってます。で、ニュージーランドトロフィーに関しては、あの、折り合いを書き気味で自分からもうなんか、 え、頭に立って押し切ったように、ちょっと着彩より強い内容だったんだよね。で、その時の三着馬のシャンパンカラーが、えっと、NHK マイルカップ勝ってることを考えると、まあ、エイアンは3歳のマイル戦線ではトップクラスだよねって見方はできると思います。ただ、やっぱクラシックの王道路線よりは、春の時点のマイル路線ってかなりレベルが低いんで、まあ、今年の NHK マイルカップもなんか需研究に毛が生えたぐらいのメンバーだし、そのシャン、勝ったシャンパンカラーが、その後ね、 えっと、安田記念で惨敗してるんだよね。で、そういうのを見るとね、まあ、なんか、その、低調なマイル戦線の中って考えると、 まあ、王道路線の褒美付けとか若干いいかなぐらいの評価で、まあ、どっちもちょっと、まあ、通用しない可能性もちょっと高いのかなって感じもしてます。で、えっ、ー、と、あと最後のエルトンバローズに関しては、確かにね、レイベンスティールを比較すると、セントライト記念でソウルオリエンスに勝ってるよねって見方はできるんだけど、ただレイベンスティールに関しては、この時ね、もう全く大きな不利があって、普通ならば突き抜けて,ていたぐらいのレース内容だったので、あのー、ラジオ日経ではちょっと、あの、レイベンスティールが抜けてたんだよね。で、 逆に、えっ、ー、と、エルトンバローズが勝った2着馬が、あの、その、セントライド記念で負けていることを考えると、まあ、どれもどれかなとっていう感じがしていて、まあ、エルトンバローズはね、あの、福島の開幕中のラジオ日経の行為の意で流れに乗っただけだよねって見ると、やっぱそのソウルオリエン、えっ、ー、と、レーベン・スティールに勝ったからいいよねって、単純な話じゃないと思っていて、まあ、こうやって比較していくと、 どれもね、なんか今言ったように、ホー・ビスケッツもそんなに強くないし、ええー、やん、まあちょっと、まあ、気難しいしみたいなところジェルトン・バローズもね、前回の三番だしと思うと、どれもね、積極的にあんまり買いたい馬はあんまりないんだけど、あとはサンサイ歳馬のレベルがどうかなっていうのが、ちょっとまだね、わかりかねてるんだよね。で、あの、札幌記念で2着になった馬とか、あと新潟記念勝った馬とかいるんで、まあ、で思ったよりは、であの当初はね、めちゃめちゃ今年のサンサイ歳馬レベル低いかなと思ってたんだけど、 当初よりは高そう。ただ、んー、ま、今回の場合はかなりね、あの、強い2頭がいるから、ちょっとそこを逆転するってなるとどうかなっていう感じがしてます。ありがとうございます。それでは続いて、アドマイヤハダルに関しての質問です。関越ステークス2着のアドマイヤハダルが出走予定です。出遅れから中段バグンに入れ、直線は伸びましたが、後方からストーリアに刺されました。 ナルオ記念では先行馬群からジリジリと伸びて2着で、勝ったボッケリーニは宝塚記念で7着でした。どちらかというと安定感があり、そこそこ走るタイプかなと思いますが、今回のメンバーではどうでしょうかまあね、あの、出遅れちゃった分ゴール前ストーリアにちょっと刺されちゃったよねって見方ができてるんで、まあストーリアとはほぼ互角かちょっとアドマイア肌の方が上かなっていうのは確かなんだけど、 ただまあ、そのストーリアがね、まあ、ほんと、貧馬限定の重傷で勝ち切れるタイプでもないので、こ,このメンバーに入ったら人気になるかどうか、あと、ナルオ記念に関しても、まあ、ボッケリーニーはいいけど、まあ、それ以外もね、結局、逃げたね、三着馬が、フェイングロッテンがその後、全くね、あの、夏場の重傷で通用してないとか考えると、うん、まあ、いずれ、まあ、なんかやっぱり、アドマイ・ハだるぐらい、まあ、確かに最近はね、あの崩れなく走ってるよねっていうのはさ、あの、その通りなんだけど、やっぱりちょっとね、今 今回のメンバーは急激なメンバー強化な感がするのでうん、まあ今まで崩れなく走ってるのと、今回のメンバーの話はちょっと違うのかなという感じがしてます。なので、まあよっぽどね、うんと、まあアドメハテの場合は競馬がそんなにあの結構上手な馬なので、まあ内枠でも引いて、うちと有利なトラックバイアスでかなり恵まれて、ちょっとどこまで頑張れるか見ないなぐらいの評価で、基本は能力的にはちょっとやっぱり2、3枚落ちるという評価でいいのかなと思います。ありがとうございます。 それでは続いての質問です。七夕賞14着のフェーン・グロッテンが出走予定です。これまで3戦続けて逃げて好成績でしたが、このレースでは逃げれず、後方外目の競馬になり、3番人気で惨敗でした。今回もバビットやウィン・カーネリアンがいるので、逃げられない可能性は高いでしょうか。またバビットは休養明けの復帰戦です。怪我などもあり、なかなかレースを使えなかったようですが、 ララジオ日経賞ではパンサラスタに勝っていますすバビット推しの椎名さん今回も買いますかといまかとう質問ですまあねあの七夕賞なんかはやっぱフェイングロッテンってさっきも話したんだけどすごい速い逃げ馬っていうか他がいないからなんか先手を取ってるみたいなタイプでまあ今回の場合やっぱりバビットとウィン・カーネリアンが圧倒的に速いんでまあ逃げられないんで今回ちょっと厳しいかなっていうのがフェイングロッテンでいいと思いますでえー、っとバビットとウィン・カーネリアンねまあバビットもねすごい速いタイプじゃないのとまあ中長距離で逃げてるので休み明けなので 基本はね、ウィン・カーネリアンが先手主張したらウィン・カーネリアンの方が早そうなんだけど、まあ、バビット引くわけいかないから、まあ、無理やり行くのかなどうすんだろうね途中からでも行くのかなっていう感じがしてます。<laughs> なので、まあ、そうやって途中からバビットが行くことも考えると、ウィン・カーネリアンもちょっと厳しい展開になる可能性が高いかなっていう感じがしますね。で、一方、バビットがさっき言ったようにね、行かないでくれると、ウィン・カーネリアンに関しては、 かか、えー、かなななり、ね、フェングロッバビットががが行いいででくれれれば恵ままるるるる可可能能性性ああののちょっとと残思いますただね、開幕週の、えー、とトラックバイアスでいい有利のトラックバイアスを生かせるとか、その助けが必要かなと思いますね。で、次ね、バビットに関しては、まあ、もともとね、この馬逃げて勝ってる時ってかなり展開有利な時にしか勝ってないので、まあ、今回これだけ先行馬がいると厳しいのと、やっぱね、あの、パンサラッサーに勝った時なんかも、あの、ラジオ日経の、ね、さっきから言ってこれは違う年なんだけど、やっぱりは、あの、福島の開幕週の馬場で前が止まらない。 バーバーでパンサーラッサーがこの時は逃げないでいいの3番手だったから、確かで、バビットが逃げて、その一択きりみたいな競馬だったので、まあ、そういうのも踏まえると、やっぱパンサーラッサーに関しては厳しいのかなって感じなんですけど、まあね、パンサーラッサー推進のしのシナさん、今回も買いますかって言わ,れ言われますけど、どうですかなんかパンサーラッサーの代わりみたいになっちゃって、かわいそうなんですけど、でも本当にね、ラジオ日経の時って、あの時誰も強い馬いなくて、うん、53キロとか4キロとかの馬しかいなかったんですよね。その中でやっぱもう本当に花立たないと もう話にならないような馬ででも前行ってインにべったりくっつけてっていう展開じゃないと辛いのと、うん、もうでもあとメンバー強化されてからクラス上がってもうずっと苦戦してますもんねやっぱちょっとメンバー強いよねだから <laughs> まあね競馬って穴出す時って二ゲームが多いし開幕週だからね二ゲームは無視はできないんだけど 今回の場合はこれだけ2ゲームがいると、ちょっと厳しい競馬になる可能性が高いかなって感じがするんだよね。で、あと、パンサラスターに関して、えた、ー、バビットに関してはいつもね、残ってる時って、やっぱり今言ったラジオ日経の前が残るトラックバイスだったり、あとね、その後セントラルティケネンの、えー、とこれ勝っただけ2着だからちょっと忘れちゃったけど、あの、その時ももうめちゃめちゃいい有利なババで恵まれてるんだよね。だそういうのも踏まえるとやっぱり、ちょっと展開に助けがないとかなり厳しいんで、まあ、今回2ゲームが多いんで、ちょっと無理かなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは続いての質問です。 秋の G ワンが始まりました。イクイノックスとドーデュースが出る天皇賞秋を楽しみにしている競馬ファンが多いみたいですが、シーナさんが楽しみにしている G ワンレースは何ですか。また G ワンでなくても密かに楽しみにしているレースがあったら教えてほしいですという質問です。まああれだよね。本当イクイノックスとドーデュースはね、本当二頭が出ることで今年の天皇賞秋はね、はい、例年以上の注目を集めそうなんだけどね。まあどうなんだろう。でも当直取らない気もするよね。この二頭出てきちゃうとね。どうなんだろうね。ね パンサラッサは多分秋冬出てこない気がするので。ああ、なるほど。でもね、はいだ、だから結構ね、豪華メンバーが揃いそうなんでね、あとね、そのあとジャパンカップなんかも含めね、かなり今年はね、あのほら、凱旋門賞にみんな行ってないから、今年は結構国らにね、<laughs> みんな一戦級残ってるんだよね。そうなんですよ。結構楽しみ、まあもうね、なんか凱旋門賞勝てないから、もういいやみたいになってるかもしれないけど、<laughs> <laughs> かなりね、本当楽しみなメンバーが、ねうん。かなって感じはしますけどね。<laughs> なんかありますか、G1 で。 密かに楽私はでもやっぱり牝馬三冠が楽しみですね中華賞。あーまあねだからそうだよねあのーま、考えたらちょっとその後ジャパンカップも楽しみかもね出てくれば牝馬三冠と。そうですねタイトルホルダーもきっとジャパンカップに行くでしょうしあーなるほどであとやっぱ秋の天皇賞私もうここ例年で、ね、去年の秋の天皇賞が一番豪華で大好きなんですけど。うん なんか今年も,もあのジャック・ドールとかあと好きなジャスティン・パレスとかが出走表明しててそう考えるとすごいメンバーだね今年はね <laughs> はい今年の秋の g 1先生どれも楽しみでもそういう意味で言うとね今回出てくるさマイル先生も大混戦だからね今年は <laughs> すごいです私でもいつもシュネル・マイスターの方が強いって思うんですよ、うん、強いって思うけどなんかそれ以上にこうそのぐらいが強いから,、うん、だからすごいこの人は楽しみですなんかそう外国にみんなが行っていない分だけ今年は本当楽しみだよね そう考えると今年のの、ね、秋の g 1戦で確かに盛り上がるん、ね、でこうやってメンバー見るとね。ああの本当珍しいい年ですよこういうの、うん、最近はね結構ね農産が使い分けちゃったりとか海外行ったりするんでね本当 g 1盛り上がらないこと多かったけど、うん、まあちょっと今年は確かに馬券的にもいろんな見て楽しみなんでね、はい、注目のレースが多いのかなって感じがしますね、はい、あとレースじゃないけどミカエル・ミシェル騎手がこう日本の騎手の試験受けるの楽しみです。そうでですねあれでもななななかかかんないんいだよな、はい <laughs> そうですよね、厳しいんですよねうんまあでもね、頑張ってほしいですねはい来てくれたらいいなって思います、はい、ありがとうございますそれでは今週の教えてました Q&A 毎日予感でしたありがとうございましたチャンネル登録お願いします